なので左手をこう振っていく動き、腕を使う、この左手リードが非常に良くないということです。アマチュアの方が知らないドライバーの正しいクラブの下ろし方について解説をしていきます。スライスが治る下ろし方、ドローが打てる下ろし方になります。90ギリゴルフレッスン TV、 メルマガを始めて2ヶ月、読者が2200人を超えて大喜びしているブンブン鈴木です。登録ありがとうございます。コメント欄、概要欄から登録できますね。ぜひご登録ください。簡単に登録できます。で、今回の動画はですね、クラブの下ろし方です。これがね、非常に誤解が多いと、分かってないということですね。これが分かるとドライバーがうまく打てる、スライスが治ってくるということですね。よくね、左手リードなんて言いますけれども、左手リードしようとしてスライスしちゃってるということが非常によくあります。なので勘違いによってスライスが止まらないというのが非常に多いですからね、ぜひね、クラブの動きを覚えてスライスを解消していただきたいと思います。で、今回も3つのステップで解説をしていきます。まず、やっちゃいけないクラブの下ろし方を最初に解説します。もうこれがめちゃめちゃ多いですね。まあ、どうしても誤解が多いんですね、下ろし方っていうのはね。ここをまずしっかり理解をしてください。で、ステップ2では、どういうふうに下ろせばいいのかというところですね。下ろし方のポイントね。そしてステップ3では、それを身につけるための練習方法ですね。すぐに実践できる方法です。まあ、ブンブンゴルフではね、実践できる方法をどんどんレッスンしていきますのでね、一緒にやっていきましょう。まずステップ1、何をやるとうまくいかないかというところをですね、解説をしていきたいと思います。まず一番やっちゃいけない動きですね。下ろすとき、トップから左手で引き下ろす動きです。左手を振るような動き、左手をボールの方に振ってくる動き、これが非常に良くないということです。では良くない左手のね、動きを後方からのカメラで見てもらいたいと思います。非常によくあるのがですね、トップから左手リードといって左手でクラブを引き下ろしちゃう場合です。これ分かりますね。フェースが一気に開きます。左手で下ろしに行くとフェースが開きます。これがいい下ろし方をすると、こういうふうにフェース面で戻ってこようとするんですけれども、左手でリードしてくるとフェースがガッと開きます。左手でリードしてくるとね、右に、今ちょっと当たりが悪かったので今進みました、こういうふうに右に行きます。こういう使い方しちゃうんですね。左手を伸ばしたままで振ろうとか、左手でリードしようとする、ね、左手で振ったらもうこれ右しか行かないです。とんでもない右に行きます。で、これをまあ嫌がって結構右手で今度合わせに行って、今度左行っちゃうみたいな、左手で振ると右行っちゃって、で、それを何とかしようとして右手で持ってきて今度左行っちゃうみたいな、こういうことが非常によく起きてくるわけですね。なので左手をこう振っていく動き、腕を使う、この左手リードが非常に良くないということです。これをやっちゃいけないよということですね。ゴルフではね、これが非常に良くない動き。右手をね、少し使っていくと楽にボールというのは捕まってくるので、クラブを下ろすときというのは使うのは右手でございます。右手を使っていきます。メインになるのは右手です。右手で打つと分かりますが、右手で打つとスライスしない、打つのは割とまだ右手の方が優しいんですね。なんで右手は使ってもいいということです。でも左手はね、振っちゃいけないよというのが、非常に重要なポイントになりますね。下ろし方のポイント、まず左手を使わないよということです。ではステップ2で、どうすればいいのか、どういう使い方をしたいのかというところですね、を解説をしていきます。まず左、クラブの下ろし方ですね。下ろしてくるところ、このトップから降りてくるところです。この下ろしてくるところですね。ここの動きについて解説します。で、この下ろしてくるところは左手を使っちゃいけないよと、右手を使った方がいいよという話をしました。
で、これどういうことかというと、トップまで行って、まあ、両手で持ってたとします。で、左手はここに残しておいて、ここからは少し右手が動いてきます。右手を使うぐらいの感じ、左手は何もしない、これで振ってくる感覚なんです。右手で振るぐらいの感じ、この下ろしてくるところは右手が主導になってきます。このイメージが非常に重要なんですね。ここで多くの人がですね、左手が先に動いちゃいます。左手がちょっとでも動いちゃうと、もう右手は引っ張られてきちゃうので、もう右手使いようがなくなるんですね。ここからはそう、右手はもうこねるしかなくなります。こういうふうに振っちゃう人多いと思うんですけど、こねるしかなくなるんです。ここで右手で入ってくる、左手は何もしないという状態。イメージとしてはトップまで行ったら左手を置いといて、右手が動くぐらいのイメージで振っていきたいわけですね。右手が動いてきた、こういうイメージで振りたいぐらい。なんか下ろす時のポイントは、左手はここで自分で振り下ろしに行かないよと、左手が何もしないと、ね、左手で力を入れないで右側で振ってくるというのが非常に重要なポイントなんですね。で、僕はクラブの向きの話はあんまりしませんね。あんまりね、こういう向きがいいよとかっていう話はしません。で、なんでかっていうと、スイング中クラブがどういう向きで動いてるかっていうのを頭の中で考えるのは非常に難しいんですね。しかもそれを意識すると本当にぐちゃぐちゃになってきちゃうんですね。それやるとわけわかんなくなってくるので、イメージとしては右手で下ろすんだよっていうだけでいいんですね。それくらいで結構うまく動いてきますから、ここがまずすごく重要なポイントね。トップまで行ったら左手は何もしないで右手で下ろすぐらいの感覚になります。左手は振りに行っちゃいけないよというのが、これが非常に重要なポイント。これやると簡単にドローが打てるようになってくるわけですね。トップまで行ったら右手を目に振ると、今左にすごい曲がったんですけど、そういうふうにこうドロー、左に回転をかけるというのが非常に楽になりますから、まずそれを覚えていくというのが非常に重要なポイントになってきます。ではステップ3でね、これを習得するための使い方ですね、どういうふうに下ろせばいいのかというところをですね、解説をしていきたいと思います。まずね、重要なポイントは右手でクラブを振れるようになるというのが非常に重要なポイントなんです。トップからここで、ね、クラブを振りたいわけですね、右手でね。でも右手じゃクラブが振れないよという人が非常に多いんですね。どうなってるかというと、みんな右手で振ってくださいっていうと、ここで手首で使って叩こうとするんですよね。ここで這い叩きしたくなると、ここで右手で這い叩きして飛ばそうとしちゃう、ね、そうするとうまく飛んでいかないので、右手で使いたいのはここで右手を使いたいんですね。なので右手で打つ練習をする場合は、少し上まで上げたところから打っていきます。で、この右手をね、うまく使えるためのポイントは、まず右脇を締めてバックスイングします。右脇を締めたままで締めていくと、さすがに窮屈だなっ てちょっと浮きます。で、開いたらもう一回締める、ね、締めたまま行って、開いたらもう一回締めて振ると、そうすると締めた時にヘッドがちょっと早く振れる感覚が分かってきますから、これでまずビュンって早く振れるようにします。で、これ結構ね、最初腕が疲れたりするので、まず反対側にして、ね、何度も言ってますけど、こういうのもおすすめで、脇を締めといて、ちょっと開いて脇を締めて、締めてビュン、締めてビュンと振ります。脇を締めてビュン、脇を締めてビュン、これがクラブの下ろし方になるわけですね。クラブの向きとかそういうことはあんまり考えない方がいいよと、ね、ここで右手を使った方がいいよということです。で、慣れてきたら逆さまにして、右手で振り上げてビュンと振る、右手でビュンと振るというのを意識してください。で、これなんで右手で振るといいかというと、もう一個メリットがあって、フェース面がね、下に向きやすくなるんですね。これ左手で持つと、ついつい、ね、持ち上げるときフェース面は上向けちゃいます、開いちゃいます。で、右手で持っていくと、だいたい重いんですごい筋力がある人以外は、だいたいフェース面は下に向いて上がっていきます、ね、だちょっとフェース面を下に向いてあげる意識を、ちょっと持つぐらいだけでもかなりフェース面を下に向けたまま振り上げていけますから。なので右手一本で振り上げていく、で脇を締めたままいって、最後少し脇が開いて少し締めてあげるとビュンと振れます。これをまずね、覚えていきます。右手でビュンと振れるようにしていきます。いいですか。右手で上げてビュンと振れるようにしていきます。
で、クラブが乗る位置だけ覚えておいてください。クラブが乗る位置はこのね、手のひらの人差し指のここになります。ここにクラブは乗ってきますからね。ここにクラブが乗りますから、トップでクラブは人差し指のところに乗る。見づらいかな、こうかな。この人差し指のところにクラブは乗りますからね。こっち側浮いちゃっていいですから、片手で打つ場合ね。で、指で中指、薬指で引っ掛けてる感じです。まあ、何回も見てね、覚えてくださいね。ここに乗っかる感じになります。人差し指のところに乗っかる。これ乗っかるだけでフェース面は上向いてくれますからね。フェースが開いて右行くということが減ってきますからね。乗っかる、ね、そこに乗っかる。で、肘、脇を締めながら振り下ろす、ね、脇をちょっと締めた時に勢いがついてくれるともう最高です。これがクラブの下ろし方。人差し指のところに乗る、脇を締めてビュンってなる。これができれば、スピードが上がってくるということです。で、振り上げるときはフェース面は下に向いて上がってくって、その後で人差し指のところに乗ると。それで脇を締めるとヘッドが走る、ビュンってなると。これが、右手の使い方になってきます。で、これで、スイングしていく場合はね、クラブを振っていく場合はバックスイングをして、ね、この時右手を振っていくようなイメージでクラブを振り上げていって、ここからは右手で振るイメージだよと。左手は何もしないで右手で振ってくるイメージだよということを覚えておいてください。右手で振ってきます、右手で振ってきますという感じですね。下ろす時は右手を使って振り下ろしてきてくださいということですね。で、それを覚えるには右手1本で、まあ、こうやってね、振れるようにしておくとですね、自然に右手を使いやすくなってきますから、右手を使って打っていくと。で、実際打つ時っていうのは、まあ、右手を使うってよく言うんですけど、まあ、右手を使ってるなぐらいでいいです。右を使って打ってるなぐらいで十分ですから、よし使おうってやる必要はないですから、まあ、右手メインで振るよっていう感じ。これが下ろし方のポイントになってきます。じゃあ左手はどういう仕事をするんですかっていうことがわからないですね。よく左手リードとか言うじゃないですか、ね、で、左手の役割はどういうことかっていうと、体とクラブのジョイント部分になるのが左手なんですね。なので体を少しこう回転した時にヘッドが走っていきます、ね、これは左手がここでジョイントの役割をうまく果たしていて、体がうまく回転すると左肩、左腰が回った時にヘッドが走る。これは左手がこうね、ジョイント部分になっていると。要は持ってるだけでいいわけですね、極端に言うとね。持って体の近くに置いておくだけでいいよということです。それだけでヘッドはこういうふうにね、走っていってくれるわけですね、左手に関してはね。っていうのが左手の動きになってくるわけですね。 OK ですか。左手は持ってて、体の中心、おへそのちょっと下の丹田のあたりね、に固定しているぐらいのイメージで振っていきますと、ね、体の回転した時にヘッドをビューンと走っていきますから、体から離さないぐらいのイメージ。これで腕を振っちゃうとフェース面がガーンと開いちゃいますからね、右向いちゃうんで大変なことになるので、体にひっついてるだけだよっていう感じです、ね、これが、クラブの左手の動きになるわけですね。で、これを覚えるための練習方法ですね、を紹介していきたいと思います。まず左手でクラブ持って、おへその下にこう刺します。こんな感じでここにひっつけておきます。 OK ですか。ひっつけておきます。ここにひっつけとく。これで腰から腰までの幅でまず振っていきます、左手ね。はい、ね、そう、この手とおへその距離が変わらないで振れますからね。これをまずやります。で、今度はここからここまで、腰の高さまでヘッドが上がってきたら、ここからこれ一回離れるんですね。離れます。ひっついてるのが離れる。で、離れてまた振り下ろしてくるときに左手で振っちゃうとダメなんで、左手このおへそのところにまた戻します。手を落とすようにして、ここのおへそにグリップエンドを戻します。そうするとまたヘッドがビュンって走ってきますから、これが左手の使い方になります。おへそで行って離れる、ここから左手は少し落とすようにしておへその方に戻ってきます。これが左手の使い方になります。おへそに刺すように戻ってきます。そうするとヘッドがビュンってまた左手で走ってくれます。で、これは
あんまり主役になるほど使わなくてもいいです、ね、なんとなくでいいです。左手はそんなに強く使わなくてもいい、ね、強く使おうとすると左手がこう先に走っていってしまうので、基本的には切り返しから右手がメインになって降りてきて、この後左手が少し自分の方に引きつく、まあ、さっきのこのね刺さったものが自分の方に向くくらいのイメージなんですよ。左手に関しては下に落ちながらちょっとここに刺す戻すぐらいのイメージになってきますよということです。左手の動き下ろし方はこういうイメージになってきます。左手がメインになりすぎると、ベース面が開いて右に行きやすくなりますから、基本的にはダウンスイングは右手がメインになって左手は落ちるだけ、ちょっとこの、ね、グリップエンドがおへその方にちょっと向くぐらい、ね、この時向く時左脇が締まる感じになるんですけども、そうするとヘッドがビュンと走っていくと、これが左手の動きになってくるよということですね。じゃあちょっと左手をイメージしながら打っていくと、ここから、ね、今ここから降りながら自分の方に向くように振りました。そうヘッドがスッと走っていきます。これが左手の動きで、右手はここからここで力をグッと入れて振って飛ばしていくと、ここで少し力をグッと入れて飛ばしていく動きになってきますよということです。じゃあ最後にこれを一連の動きで、じゃあどういうふうにスイングとして考えればいい、じゃあ右手で振ればいいの、左手で振ればいいのというところですね。じゃあちょっと分かりやすく最後に整理していきたいと思います。基本的にはスイングとしてはバックスイング振り上げていって、ね、ここで右手がメインになりますよと、右手で振り下ろしてくる、左手はあまり何もしないよというのが基本的なスイングになります。で、ただねこの右手がうまく使えてくるとですね、今度はいろんな問題が今度飛ぶんだけど、左曲がったりとかね、ちょっとばらけてしまうということが起きてきます。この右手が強すぎる問題というのが出てくるわけですね。で、右手でまずは徹底して練習をして感じをつかんでいきます。感じをつかんでいきます。で、左手はあまり何もしないというイメージで OK です。で、右手をしっかり使って球を捕まえるというか右に行かない感覚をつかんでいきます。その時どうしてもね、左手が邪魔しちゃうんですね。左手が良くない動きをするので、左手は地味練習でここに挟んで、あ、ごめん、当てて振り上げて一回離れてまた刺さってから振っていく、左手はこういう動きなんだよというのを覚えていきます。こういう動きをしていると左手が邪魔をしなくなります、ね、邪魔をしなくなります。落ちながらおへその方に戻って打っていく、これをしていると左手が邪魔しなくなるんでね、これはまず左手で練習をして、少し練習をして左手が邪魔しないよという感覚が大事です。左手でそんな綺麗に打てなくてもいいので、左手が邪魔しないよという状態を作っていきます。そしたら右手をメインに使って打っていけばいいですね。振り上げたら右手を少し使うような感じなんで、右手1本で打った時のイメージをメインに考えて、左手はあんまり使わないで右手で振っていく、そうするとしっかり強い球が打てるようになってきます。これで左に行くぐらいしっかり打てるようになったら、今度は右手がちょっと使いすぎになるので、まあ、左手を少しメインで考えて左手リードっぽい感じというか、でも左手をもちろん使うことはないですから、左手で振ってるような感覚で打っていけばいいよということですね。そうすると少し安定感が出てきます。これは左手が少し体の回転のリードしていく役割、左手体の回転をについてくるのは左手がメインなので、それで振っていく感じが出るので安定してきますよということですね。安定感が出てくるよということです。なんでプロのレベルになってくるとですね、もう右手がうまく使えてヘッドが走らせられてくるので、安定感を出すために少し左手だったり体の回転がメインになるよという話になるわけですね。でもそれはその裏側には左手がまあいい使い方ができている、プラス右手がしっかりと使えているよと、右手でヘッドが加速できているという状態が出来上がっているので、初めてできるということですね。なんでいきなりアマチュアの方が左手リードっていうふうにしてしまうと、左手で腕を振ってしまったりとか、たとえ左手がいい動きをしてたとしても右手が使えない状態だと、両手になった時にうまくは打てるかもしれないけどあんま飛んでいかないということが起きてくるわけですね。なんで左手の使い方は特に邪魔しなければいいので、
ね、邪魔しないこの動きを覚えておけばあんま邪魔しなくなるんでね、右手でビュンと振るような感じにしておくといいよということですね。でそして最後にですね、結構 よくありがちな、ミスのパターンとして、これがね結構どうしてもそれでもスライスしちゃう人が非常に多いのが、バックスイングした時に左手に力が入っちゃう人なんですよ。左手でグッと力が入っちゃう、そうするとフェースが開いちゃうとか、左手で力を入れてあげてしまうとですね、下ろしてくる時にグッと左手がどうしても力んでしまうので握ってしまうということがありますので、バックスイングの時は左手はあんま使わないよと、ね、まあ、右手で上げていくイメージだったりとか、ね、左手でヘッドを動かさないように、左手は力抜いた状態で、左手で上げていくイメージがあっても打ちやすければそれでもいいんですけど、左手に力が入らないように、左手の腕に力を入れてしまうとクラブがおかしな方に行ってしまって球がぶれますから、左手はもうとにかくテイクバックで入れないように、ね、すると、左手はだらーんとして紐みたいなイメージで、左手はなるべく使わないように振る。そうすると今すごい左にフックしてったんですけど、非常にドローボールというかフックが打ちやすくなりますから、左手に力を入れて振り上げないようにというところをですね、気をつけてもらいたいと思います。今回の動画はこんなところかな。あとね、メルマガの方で案内出しますけど、今は100切りの、ね、のためのプログラムを今作成をしておりますので、まあ、興味ある人はメルマガに早めに登録しておいていくと、案内をお送りしますので、登録をしておいてください。メルマガはですね、90を切るための、ね、考え方、だったり、まあ、あととにかくね、楽しくなるように、ゴルフうまくいかなくて落ち込んでてもですね、読んだら元気になるとかですね、あ、こういうふうに考えればゴルフってうまくなっていくんだなっていう考え方が学べるようになって、学べるというか楽しみながらね、読んでるうちに学べちゃうような感じになっておりますので、コメント欄、概要欄のところからありますので、ぜひご登録を早めにしておいてください。で、毎日配信しておりますので、届かないよっていう方はですね、メールアドレス下にコメント欄のところにありますので、届かないよっていうふうに連絡していただければと思います。以上になります。それでは一緒に90切りを達成しましょう。ブンブーン。いつもありがとうございます。